ビジャソルダーティは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市の南西部にある地区である。コムーナ8に属しており、2001年の人口は4万1228人である。地区住民の40%は1973年から1979年にかけて開発された公営住宅に住んでいる。2月27日通り、 コロネルエステバン・ボノリーノ通り、ヘネラル・フランシスコ・フェルナンデス・デラ・クルス通り、バレーラ通り、モレーノ通り、カスタニャレス通り、エスカラーダ通りで他地区と隔てられている。1908年、今日のビジャルガーの地区とビジャ・ソルダーティ地区を含む地域は、ホセ・ソルダーテ博士によってビジャルガーの地区として建設された。最初の区画は1911年に売却されたが、 地形的理由から頻繁に洪水に悩まされ、地域の大部分が未開発のまま残った。1930年代に巨大なバスク乳製品工場が設立されたが、1936年には、地区内に廃棄物の最終処分場が建設され、地区の将来的な成長の望みをくじいた。1962年6月11日朝には、地区内の踏切で列車とバスが衝突する。 ビジャ・ソルダーティ踏切事故が起こり、43人が死亡した。1972年、正式にビジャル川の地区から分離されて、ビジャ・ソルダーティ地区となった。軍事政権に指名されたオスバルド・カッチャ・トーレ市長の任期中、地域は劇的な変化を受けた。カッチャ・トーレ市長は、ブエノスアイレス都市公園というアミューズメントパークの建設を通じて、市の最貧地区だった。 ビジャ・ソルダー・ティー地区の活性化を企て、最終処分場だった場所に1977年に建設が行われたが、1980年に開発業者が破産し、グループの100万ドル以上もの負債の吸収に関して、カッチャ・トーレ市長都市で論争となった。結局、このアミューズメントパークは計画入場者数を達成したことがないばかりか。 最高入場者数を記録した年でも年間100万人に満たない。エスタディオ・パルケロカは2006年にビジャ・ソルダーティチックに完成した多目的スタジアムであり、デビスカップアルゼンチン代表のホームとなった。初めて開催したスポーツイベントとなった2006年のデビスカップでは、パルケロカで準決勝が行われた。2010年12月11日、 地区内のインドアメリカの公園にある不法占拠地で暴力事件が発生し、警察とアルゼンチン軍がユニットを組み秩序回復に出動する事態となった。この事件では銃に撃たれて3人の住民が死亡した。ありがとうございます。